皆さん、こんにちは。大谷翔平選手はいつ結婚するのだろうかと思っていたところ、こんなニュースが目に留まりました。相手は大谷翔平選手の彼女と噂されていた日本人ではなく、外国人でした。海外のゴシップ誌では有名らしいです。今回はそんな大谷翔平選手にまつわる噂や、他ではないような内容を調査しましたので、ぜひ最後までご視聴ください。調べてみると、ただのアクセス稼ぎの記事っぽい大谷翔平選手の結婚相手でした。一瞬、スーパースター、大谷翔平選手が結婚するのかと思ってしまいました。しかし、どうやら違うっぽいです。MLB を代表するスーパースターとなった大谷選手の私生活については、日本のみならずアメリカでも大きな関心を持って見守られています。現地のゴシップサイトでも、大谷翔平のパートナーは誰？という記事が定期的に登場し、その関心の高さがうかがえ、ついには南アフリカのメディアでも取り沙汰されるほどになっています。実際に噂の真偽を調べてみると、元ネタは単なる海外のゴシップ記事でした。どうやら記事は安易にアクセス稼ぎを狙ったような感じです。他でも大谷翔平選手とカマラニ・デュンさんの関係は取り沙汰されています。ちなみにカマラニ・デュンさんのプロフィールは以下の通りです。1997年3月4日生まれの現在25歳です。出身地はオアフ島、ワイアナエ、ハワイで現在の居住地は米国になります。国籍はプエルトリコです。ソフトボール投手のナショナルリーグでプロファストピッチで活躍しています。カマラニ・デュンさんのインスタを確認すると、彼氏がいるという投稿がありました。そしてそこには男性とのツーショットがありました。さらにカマラニ・デュンさんのことを調べてみると、現在の彼氏とは数年間ほどの交際になるようです。どうやら大谷翔平選手が彼氏ではないような、いや、付き合ってもいないし、ただの噂でしょう。少し調べればわかるようなネタですが、なぜに今頃になって記事にしているのか不思議です。メジャー6年目の大谷選手の活躍に多くのファンが熱視線を送っています。特に今年は大谷翔平選手の恋活にも注目です。スポーツマンは早婚傾向と言われていますから、現在28歳の大谷翔平選手はいつ結婚してもおかしくありません。彼女候補としていくつか名前は挙がりますが、2018年には元女子バレーボール選手の加納舞子さんとの関係が噂になり、最近では侍ジャパンチームメイトのヌートバー選手の姉ニコールさんがふさわしいのではと報道されましたが、いずれも憶測の域を出ていません。他にも先ほどご紹介した米ソフトボール界の美女カマラニ・デュンさんや、スポーツ専門放送局 FOX スポーツのキャスターアレックス・カリーさんらが大谷翔平選手とのツーショットを SNS 上で公開しただけで彼女候補として名前が挙がっていました。実は大谷選手はメジャー挑戦直前の壮行会で北海道すすきのにある女性が接客するお店に連れて行かれたことがあります。そんな場でも彼はがっつかず、もちろんお持ち帰りなどもしませんでした。合コンにも興味を示さないため、女性の影がちらつくだけで注目を集めてしまいます。彼の近況をアメリカ現地で取材を行うスポーツライターの梅田京子さんに尋ね、毎日練習して疲れたらテレビや本を読み、疲れが取れるとまた練習、これを試合がない日でも1日3セットは繰り返しているそうです。食事も日本人メジャーリーガー御用達の店には顔を出さず、配送やテイクアウト中心と聞いています。彼の場合、WBC 監督の栗山英樹氏みたいに野球に集中しすぎるあまり、生涯独身コースという可能性もあるかもしれませんね。本人が積極的でなくとも、大谷選手を狙う女性は多いです。世間では大谷の心を射止めるのは一体誰なのかと大きな関心を集めています。野球選手と接点ができやすいキャビンアテンダントや女子アナ、また彼が住むロスの日本人コミュニティに所属する住民も情報を共有して接点を探っているとも聞きます。ライバルが多い中、現在のところ大谷選手を射止める大本命と言われているのが、大谷選手の日ハム時代の恩師で WBC でもヘッドコーチを務めた白井一行コーチの長女です。3月29日 TBS 系の情報番組ゴゴスマに生出演した白井コーチは、大谷選手のパートナー候補に自身の長女を推薦し話題になりました。彼女は大手スポーツメーカーで PR を担当し、現在はフリーです。東京とアメリカを行き来して PR の仕事をしているそうです。恩師の娘という縁、アメリカで活動しているなど共通点は多いです。最有力、
候補の親族を直撃し、長女のインタビュー記事によれば、現在同棲している彼氏がいるそうですが、4月上旬、白井コーチの義理の母に話を聞いてみました。白井コーチの長女が大谷選手のお嫁さん候補に上がり話題ですが、大谷選手の人柄は聞いています。本当に素晴らしい人のようですね。結婚したら嬉しいですが、本気でなく冗談だと思いますよ、と否定気味。その翌日には仕事終わりの白井コーチの長女本人にも直撃し、突然の取材に戸惑いながらも、後で連絡しますと名刺だけ受け取りタクシーで去っていきました。多くの女性を魅了する大谷選手だが、近づきすぎると喜び以上にプレッシャーが大きいのかもしれません。かつて両親が語っていた心境と、メジャーリーガー妻に求められる意外な条件を語っていました。 WBC を境に、これまで野球ファンでなかった人も加わり、ますます熱気を帯びている大谷フィーバー。そしてここに来て湧き出したのが大谷選手の結婚問題。大谷選手は現在28歳。彼女がいてもいつ結婚してもおかしくない年です。世間の関心が深まっているだけに、マスコミが騒ぎ立てるのもよくわかります。女性関連の記事が雑誌やネットにあふれている状態です。そしてファンならずとも気になるのは、彼に交際中の女性がいるのか、一体どんな女性と結婚するのだろうかということです。これまで大谷選手に女性との交際の噂が全くなかったというわけでなく、先ほどと重複する内容もありますが、しますが、元女子バレーボール選手の加納舞子さんとの交際疑惑だが、これもたまたまだったのだろう。2人が同じブランドのブレスレットをしていたのと、 SNS での加納さんの思わせぶりな投稿が一人歩きした形です。噂を信じて当時2人の周辺を取材した週刊誌もあったのだが、目撃情報すら得ることがありませんでした。ところが先月、元週刊誌記者でジャーナリストの赤石慎一郎氏が自身の YouTube チャンネルで語っていたところによれば、大谷選手が都内のホテルで女性と密会していて張り込んだことがあるというのです。赤石氏に当時の話を聞いてみると、2019年でした。都内の高級ホテルに大谷選手が来ていて、女性が一緒だという情報が信頼できる筋から入りまして、何日か張り込んだのですが、結局その姿を捉えることはできませんでした。また北米在住で大リーグの取材をしているフリージャーナリストに話を聞くと、大谷選手はいつも通訳の水原一平さんと一緒で、女性といるところを見たことがないですという。現在大谷選手に交際している女性はいないと思っていいでしょう。では今最も結婚したいアスリートと言われている大谷選手の妻になるには、どのような人がふさわしいのだろうか。ここ最近でも WBC でヘッドコーチを務めた白井和幸氏の長女や、侍ジャパンのチームメートであるヌートバー選手の姉ニコールさんの名前がメディアに取り上げられていましたが、アスリート、特に野球選手の妻となる女性に求められる条件がいくつかあります。まずは選手の体調やメンタルを管理するなど、肉体的精神的に選手を陰で支えることを求められます。内助の功ですよね。そういう伴侶は日本では良妻と言われます。さらにメジャーリーガーの妻ともなれば、当然英語力が求められます。そこでイメージされるのが才色兼備が売りの女子アナです。実際プロ野球選手で元アナウンサーと結婚している人は多いです。メジャーではイチローさんを筆頭に、石井和久さん、田口壮さん、青木宣親さん、前田健太さんらが元アナウンサーと結婚しています。しかし前室のジャーナリスト赤石氏は、大谷選手の両親と近しい人物に取材した時、こんな話を聞いたといいます。大谷選手の両親は、女優と女子アナとは絶対結婚させないと言っています。意外なエピソードですが、おそらく大谷二世のことを考えているのではないでしょうか。野球だけでなく世界の一流アスリートを見たとき、親がスポーツ選手である場合が多い。大谷選手の場合も父親が野球、母親がバドミントンの選手でした。特に母親の DNA が関係すると言われています。と考えると、ダルビッシュ有投手はいい奥さんに巡り会えたと思います。さらに現地でメジャーリーグの取材を続けている別のフリージャーナリストに話を聞くと、夫の体調を管理するため資格を取って料理に精を出したり、表に出ないで家庭を守り陰で夫を支えるなど、アスリートの妻に内助の功とか
良妻賢母を求めるのはあくまで日本人的感覚です。メジャーリーガーの奥さんたちでそんなことにこだわっている人はいません。そもそも料理をしない人も少なくありません。体調管理や栄養管理についてはその道のプロがつける選手が多数いますからね。またメジャーリーガーの妻はチャリティーなどを積極的に開催し、社会に貢献する機会を多く持とうとしています。陰で支えるというより、メジャーリーガーの妻として夫同様に表舞台に出ることが多いです。旦那といつも一緒にいることが大事といった考え方を持っています。またメジャーリーガーの奥さんたちは横のつながりも強く、食事会など交流を持つこともしばしば。となると運動能力が高く、かつ社交性のある女性が求められるということでしょうか。とはいえ、大谷選手は日本人です。果たしてどんな女性を選ぶのか。続いて、大谷翔平、風俗店に直筆サイン。騒動で球団が火消しに奔走という衝撃の記事を見つけましたので、詳しく説明していきます。日本の記者たちの間に仰天情報が駆け巡っています。なんと大谷選手がソープランド通いをしているというのです。埼玉県の大宮にある W というソープランドの待合室に大谷選手のサインが飾られているそうなんです。人目を忍んで通っているのでは、断りきれずサインしたのかと話題になったのです。これは現地で確認するほかなく、本誌記者が W に潜入して待合室を見渡せどサインはありませんでした。仕方なく店員に聞くと、平然とこう答えました。数日前までは飾ってましたよ。大谷選手本人が書いてくれたもので間違いありません。ではなぜ外してしまったのか。事情があって撤去したんです。元はオーナーが大谷選手の大ファンで、知人から譲り受けたものです。大谷選手が店に来たことがあるわけではないんです。店員はお茶を濁すが、こんな事情でした。サインのことを伝え聞いた球団関係者が外すように掛け合ったそうなんです。日本ハム広報担当は、本誌の取材を受けて店側に確認したとした上で、誤解を招くような形質は止めていただきたいと求め、以後も同様のことがないよう注意を促したと言います。大谷選手には寝耳に水の迷惑な出来事だったわけだが、風俗店にまでサインが飾られるとは、有名勢も規格外だったでしょう。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平選手にまつわる噂や衝撃の内容について詳しくまとめてみました。とにかく世界各国から注目の大谷翔平選手が一体誰と真剣交際をし結婚するのか、報道が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。